挑戦したいと思います。ぜひ見てください。では行ってきます。最初にやってきたのはじゃん、蒙古タンメンの中本さん。今日挑戦するのは、北極ラーメンっていうすごい辛い。よし、買いました。無事北極ラーメン買いました。出来上がりそうです。もうちょっとで。はい、失礼します。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ね、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ついに来ました。真っ赤っか。ありとあらゆる怖いものが浮いているって感じです。いただきます。怖い。いただきます。あー美味しい。美味しいけど空気と一緒に吸ったらいけない感じがしました。咳が出た。ちょっと今ベロに異変を感じてきた。やばい、来た、口が、なんかやばくなってきた。だいぶ涙目になって、なんか口も真っ赤になってきました。なんかちょっとだけなんかマイルドになるものがあるみたいなので、それをトッピングを頼みたいと思います。ちょっとマイルドになるチーズを入れます。よし。うん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 、辛いことは辛いんですけど、口の中の痛みは緩和されました。チーズで。チーズいいですこれ。完食目指して引き続き頑張ります。もう口は完全に麻痺してるんですけど、下の方だとしかももう余計にやばいです。浸ってここまで行きました。結構もうヒーヒーです。完食いけそうなのであとちょっと食べていきたいと思います。ラスト1レンゲ分。食べました。見事具材、麺と具材食べました。ちょっとスープは難しいんですけど、時間はかかるけど絶対に食べれます。でもやっぱちょっと辛いの、もう一個行きたいなと思ってるので、ちょっともう一店舗だけ行ってみたいと思います。じゃあ、はい、完食です。ごちそうさまでした。そして次にやってきたのが、ケーキ出かけないっていう番組で茜が食べた強烈な麻婆豆腐を私もぜひと思って、中国家庭料理のミカクさんです。お客様どうぞ、お客様に相席どうぞ。
あ、これやばい。もう蒸気で、蒸気煙で蒸せて、空気だけできつい。空気だけできついです。食べてきます。食べます。あー、もうダメダメだ。無理です。ごめんなさい、もう無理でした。歌いやします。